お疲れした。お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、喉乾いた。こんばんは。結構見覚えのある T シャツ、ここも結構来てますね。今日は疲れたね。分かりづらいけど、あ、いや、なんかそれかやっぱりあんまりいつものみたいな疲れ方してないです。結構ですね。とりあえず喉乾いたから、今日アルコール入ってます。今日の私の、あれ今日、道の駅どこだったっけ、あれデコポン欲が、あの柑橘欲がちょっと満たされなかったんで、それを満たすためにアルコール入ってるけど、これしました。じゃあ、乾杯。いや、まあ、あのソフト批判するわけじゃないですけど、美味しかったんですけど、柑橘の力が足りなかったんで。あ、今日強いですよ。いつもピピって何ですかね。うん、そう、芋っぽい、なんかさつまいもソフトみたいな食感だったんで、なんかおかしいなと思って。まあでもああいうものかもしれないですね。デコポンソフトは、なんて、別の道の駅、なるほど。いや、ネーブルソフト頼んだのはネーブルソフトなんだけど、なんかネーブルの酸味があまりなくて。何錠混じった。いや、でも芋ソフトってないんですよ。1,2,3,4,5。 知らない。1,2,3,4,5,6 だ。多分6畳です。スズムシの音。あとちょっと部屋が暖かすぎたんで、あの網戸で開けてます。で、デコポンチューハイもそこで冷やしてました。酸味が少ないし、酸味が、そうか、じゃあ芋なのかな。なんかネーブルソフトの風評被害にならんかと思ってちょっと心配です。充電、畳の大きさ、あ、そう、そうなんですか。あそこで一通りやってますけど、今配信中はこのデカバッテリーを消費してます。あ、晩ご飯結構豪華っていうか、豪華な普通の家庭の夕食みたいな感じで、私はこういうのも好きなんですよ。まあ豪華でもいいんですけど。コンセント使えますよ。ピピってなんか鳴ってます。で、夕食はツイッターうん、そう、よく関西です。ツイッターに載せましたけど、夕食はこうです。タチウオのやつだかなと、左上がベーコンとインゲンの炒め物、その横がたらこの卵みたいなやつで、で、フライドチキン、多分エビクリームコロッケ、あとなんか焼肉です。うん、今までの、そうです。今日腹具合がとてもいい。あ、味噌汁は普通の味噌汁、お麩が入った味噌汁でした。うん。で、これが、夕食代1000円、プラス税だから、まあ1100円か。ホテルの1100円、まあホテル、旅館か。旅館の1100円の夕食です。まあ十分じゃないですかね。このぐらいの品数でも十分です。おやつ食えますね。あ、そう、おやつ食えるな。音がおかしいの。皆さん音どうですか？おかしいと言ってる人が
の環境の問題なのか、皆さんがおかしい、皆さん全部おかしいのか教えてください。統計、統計ってことは個人の問題か。すいません、ブラウザ全部落としてつなぎ直すとかちょっとやってみてください。すいません、空気清浄機一応あそこでかすかにこうってなってるけど、あ、別に気にならないけどな。どこだ？あ、ここだからマイクをちょっと横にずらせばマシになるはず。ここできるだけ浮かして、これでなんとか、マシになった。そんなにこれ来てるのか。こっち側からだと全く聞こえないんですけどね。で、明日の予定は、あれ？なんで横向いてんだこれ。明日はですね、これじゃちょっと分かりづらいけど、なんでだ、なんかうまく操作できんな。明日は妙に下のスペースがでかくてこれが消せない。どうなってんだこれ。ということなんで明日はこうです。とりあえず普通に海沿いの道をずっと行って、この辺りから球磨川っていう川沿いにずっと今は列車が走ってない、2年前の水害からずっと休止したままの肥薩線でしたっけ、熊川鉄道系で、この辺りは人吉で、この辺りにタラギっていうところがあって、ここにブルートレイン再利用したライダーハウスがあるんですよ。そこの予約をさっき取りました。1泊3000円ブルートレインの客室をそのまま使った宿みたいです。タラギ、確か客室、こんなんらしいです。そう、明日はこれで100キロ寄り道とかしたら100キロ超えますね。でも今の調子だったらいけるんじゃないかな。尻の痛みさえひどくならなければ多分。で、私はなんか個室タイプの上の部屋だ、なんか個室タイプの上って言ってたから、個室とは言っても多分他の人と共同の上のベッドなんだと思います。9時出発、そうですね、できるだけもっと早く出発したいけど。東京、行ったことありますよ、18切符で1回だけだけど、友達と一緒に。配信できない？そうか、そうですね、宿配信多分できないですね。そう、通れるはずですよ。勾配の緩いです。アイデアです。100キロ走ってトータル150メートルしか上がらない、だから途中の凸凹がどうかだけですね。なんで大したこと、
棒読みが棒読みが私の口よりも近いからですかね、あのマイクに。いや、そうでもないそうでもないな。とりあえずん、今日は、いや、そうでもないです。今日もなんかいい調子で来れました。ノンナルトは何でしょう。あとは写真で見せるものは、あとはさっきあの洗濯してきました。あの、や、宿であの洗濯機借りられないか聞いたら、コインランドリーに行ってもらってますって言われたんで、で、あの行ってきて1時間弱ぐらいで乾燥までやってきたかな。で、タオル忘れてたんでもう一回行ってきました、さっき。あ、車の音しました。よく聞こえますね。音割と聞こえてるな。あとは窓からは、そこにも真っ暗ですけど、夕方こんな感じでした。ちょうどなんか山に夕日が入るところが見えました。うん、ファン、こいつのファンの音まだ聞こえてると思いますけどね。振り返り全処します、考えます。あとはなんか写真で見せるもんあったかな。あ、そうだ、今日の昼飯、昼飯、これもツイッターで見せたから見てる人は見てますけど、タル定食1800円、1500円じゃなくて1800円でしたけど、まあ、まあまあ、カワハギと、カワハギと、ダメだ、ツイッター見なきゃ思い出さない、カワハギとなんとかの煮魚と、スズキとアジの、スズキとアジとタチウオの刺身、刺身うまかったです。煮魚もうまかった。これで1800。値上がりは多分したんでしょうね。そう、一人前です。ご飯もやや多めだったんですけど、まあ、今回はなんか全然、あの腹いっぱいになりすぎることもなく、しゃぶり尽くしました。煮魚かなり頑張って、あの骨にしましたよ。うん。それで1時間ぐらいかかったかな、この時。で、なんて言ったっけ、これ。ぎ、なんて言ったかな、カワハギの下の魚が何だったか思い出せない。ひらがな、ひらがなって4文字なんですけど、そう、私はあの写真、看板の写真見て、あれ3000円ぐらいするだろうって言って、一旦スルーしたんですけどね、カサゴじゃなくて4文字なんですよ、あの、発音4字。ああ、ガラカブありがとうございます。そう、ガラカブ。ガラカブで合ってるんですかね、あれ。で、あとあの、突然なんか背中に違和感があって、振り返ったら、あの、すり寄ってきてました。ラッキーっていう猫です。あ、カサゴのこと。ありがとうございます。あれ、カサゴで合ってんのか。なるほど。そう、ラッキーちゃん。そう、メスですね。で、隣に座るんですよ。そう。カサゴなんだ、あれ。で、こう。かわいかった。あの、配信中も言いましたけど、あの、ご夫妻が朝から忙しくて構ってやれなかったっていうんで、お客さんになんか、あの、構ってほしくて出てくるんだそうです。かわいかった。ガシラっていうのもあんだ。うん、看板猫。しかもこの甘えっぷり。そう、ただ首の後ろ書いてあったら、あんまりなんか気持ちよくなかったみたいで、すぐ向こう行ってしまいました。あの、私の近所にある安倍商店っていうところのミルキーっていう猫は、首の後ろ書いてあるとじっとしてるんですけどね。そこじゃないな、そこじゃない、春のカサゴ。これカサゴだったんだ。カサゴってなんかこの、この目のところにトゲトゲがあるんですね。それかもっと頭の方かな、これ。なんかちょっとトカゲっぽくてかっこいいなと思って。カサゴの目。あとは、
配信中に全然電波なくて配信で見せられなかったところは結構ありますね。今日はもう最初のオレンジラインはこんな景色ばっかりでした。あ、トゲの多い骨も結構多かったような気がするな。むちゃくちゃ綺麗でした。こういうのは本当は動画で見た方が綺麗だと思うけど、そう、やっぱり山はいい。あとオレンジラインはこういうのがありましたね。カサゴの肥料毒ある、まあ調理後は関係ないですよね。この時期最高でした。やっぱり新緑の季節ですね。こんな看板が普通の青看板と同じレベルで立っているのが良かった。うん、自転車はクロスバイクです。グラベルなんとかっていうタイプに近いクロスバイクみたいで、確かどっかで自転車の写真1枚ぐらい撮ってたと思うんだけどな。私あんまり自分の自転車とか自分は撮らないんですけど、こんな感じですね。朝ジョイフルの前で撮ったやつ、もし盗まれたら最後の1枚として撮っとこうと思っていつも撮ってるやつですね。店に駐輪するときにもしかしたらこれが最後になるかもしれないと思って撮ってる写真です。こんな感じ。荷物はやっぱり立ってギリギリいっぱいなんですよね。鍵、この時かけたっけ。あ、やっぱりかけてない。そう、あとはその盗まれこういうの盗まれましたっていう手配写真として使うために、うん、あ、ですね、フロントシングルでシンプルな自転車にしたい、メンテ楽にしたいっていうのが一つと、その上でギア比がめちゃくちゃ軽くできるやつにしたいっていうのだと、このラフィスタっていうのが一択だったんですよ。あとはなんかなかったかな、特にないかな。山の中の写真で綺麗な緑色のはいっぱいあるんですけどね。フロントシングルです。 GPS 仕込んどこ、エアタグは確か iPhone 持ってる相手だと知らないエアタグがくっついてきてるっていう通知がいっちゃうので、まあ、iPhone 持ってない相手には有効だと思うんですけどね。多分この白っぽい黄色いところは、あ、カフェ行きました。白っぽいやつは栗の花じゃないかな。あの感じは香りまで確認しなかったけど、お越しか、あ、写真撮りましたね。多分それは垂らしますのあんまり良くない。今日になって動かしてるとマウスカーソルがビッと動く。マウスカーソルが不随になんか左にスライドするんですよ。匂い、お越し機械側はこの辺りですかね。初めて見た景色だったんで割と感動しました。すごい早い。まあそれでも全然あるのとないのとは違いますけどね。そう、300円。あと西高の写真は、うん、あとお越し機械が横から見るとこんな感じでした。何だの三日月と思って、そう、ダイソーにあります。夕日が、それも見たかったけどな。あとは西高か。西高は西高らしい写真といったら私的にはこれですかね。ここのところがやっぱり昔のままこれが残ってるっていうのがすげえと思って、あ、そう、幅のなんかなんだろう、石の層が斜めになって露出してあんな感じになってるらしいんですけどね。ムツゴロウ釣れるのかな。そう、うん、あとはあった、これとかどうですかね。アハモの残量がなくなりました。1メガって遅いですね、やっぱりツイッターとか更新して画像とか見てもやっぱりめちゃくちゃ遅いです。1メガじゃなんか厳しいですね。使
い切りました。だから明日明後日は1ギガ550円で追加しなきゃいかん。だいたい最大で1日7ギガぐらい使うから、うん、いや1メガ出てる、1メガっていうの制限らしいんですけど、それより遅い気がしますね。うん、何ギガ、あ、まだ追加してないです。今これはあの宿の Wi-Fi でやってるんで、今日使ったギガ数は、ああなるほど、これは確かに、うん、1ギガ、とも 2.0 って何ですかね。速度テストはほらあれ、あのあれですよ、あのなんか丸書いて これこれ、うん、100ギガ1000円とかでできるようになるんでしたっけ、これ。まあまあかな、モバイルルーターとかに比べたら早いですけどね、うん、まあそこそこぐらい、安定してれば問題ないっていうぐらいです感じですね。まあそんな感じで、これ結構あの容量食うんですよね、このテストすると。一旦こっちは切っといて、あ、だいたいアップの方が早いですよね。うん、そう、速度ですと意外と使うんで、まあ、びっくりしたことあります。スターリンク7ギガで、そう、まあ1日3500円だったら私は許容しますよ、大人だからね。じゃあ夜食でも食いますかね。とりあえず昨日のスエソーで、ウェルカムお菓子としてあのテーブルに お茶と一緒に置いてあったチョコパイ、ただこれ溶けてそうな感触がする。ああ結構潰れてる。チョコパイが割となんか周りに張り付いてる。でもいただき、やった、いただきます。あ、体を動かすと回ってきてる。なんか今回ですね、あの 3%4% のお酒を一気に飲んでもあんまりなんか急には酔わなくなってる気がするんですけど、うん、4% 飲んでたら前だったらもっとかなりフラフラになってると思うんですよね。体力ついてお酒に強くなった。うん、あ、もう23時か。うん、家では飲まないです。あの飲みたいと思ってるわけじゃなくて、あ、張り付いてる。あ、ダメだ、むちゃくちゃ張り付いてる。剥がれない。うん。代謝上がって肝脂肪どうだろう。でもおかつにこんなこと人前で言うと、じゃあ強くなったんだから飲めるだろうって言って飲まされるからな。こいつがですね、あの割と重たくて口にするのもまだためられるんですよ、特に夜は。これあんこが重いんですかね。いらっしゃい。玉ねぎ小屋。あ、玉ねぎ小屋さんか。うん、そう、だから、あんまり飲めるっていうアピールはしたくないですね。うん。これは赤巻って言って、
牛深メーカーなんですけど、牛深メーカーで本当はあのこういう切ったやつじゃなくて、あの一巻きデーンというのが売ってあるんですよ、丸ごと。うん、実家もそうですね。どうだろう、これ家族が感心するぐらいの美味しさあるんだろうか。甘いものってなかなか、あの 甘いってこと以外の個性が出しづらい気がするんですよね、特にまんじゅう系は。あの甘いもの、甘い系は電波の調子は、まあ今回も悪いっちゃ悪いんですけど、私の配信にしたらまあ普通ぐらい、逆にちょっといいぐらい。うん、うん、ああもうなんか収集がつかなくなってきた。あとであの箸使って食います。あとはもうこの廊下の方は割と普通のホテルなんで、今日は特にあの窓の外とか、あの缶の中とか面白いことはないです。昨日のあのスエソーの最後に廊下を歩いていたところは割と良かったと思うんですけどね。あの廊下がきしむ音とか、年末、ああまだ全然検討してないですけどね。まあ寒い時期やっぱり沖縄とか行きたいですね。ああ、そうね、入ってました。うん、夏の予定は北海道かな。北海道のどこに行くかがまだ悩ましいです。道東が割と好きなんだけど、道東は寒いからそれなりに装備いると思うんですよね。北海道割とこっちの道東の方が好き。知床は今ホットすぎてあんまり近寄りたくないかな。知床の方に行ったらコメントがカズワンカズワンで埋まるに決まってるから。いやまあでも夏になったらもうみんなと絶対忘れてるよな。うん、明日もありがとうございます。一番最後に行ったのは確か道北の方なんですよね。前どう行ったっけ、エンガールとか通って、いや笑い事じゃなかった、笑い事、うん、向こう側ですね。道南の方は、確か直近の今から数えて2つ前ぐらいに確か行ったんですよね。でその後こっちの北の方に行ってる。宗谷岬か、宗谷岬は確か一番直近で行った時に行ってますね。でなんかあの白い道とかなんとかを通って、 あと40秒、うん、青森もいいんですけどね。道東は一人、うん。ウロロンライン、なんだっけ、あの道なんて言ったっけ、この辺のやつですね。餌ぬかじゃなかったかな、餌ぬか。あのドローン飛ばしてみたとこですね。天気悪かったけど。あ、じゃあお疲れ様です。トシカの宿が確か泊まったんですよ、あの時。めちゃくちゃ久しぶりに。うん、そう、餌ぬか戦争、そう。じゃあまた明日あの9時目標でスタートしますんでよろしくお願いします。ギガ追加しとかないと。そのパソコンってどこなんとかっていうやつ、 GDP じゃないです。ああ終わった、ワンミックス 2S、 ワンミックス 2S です。お疲れ様。お、今これ言ったかな、言ったかも。おやすみなさい。お疲れ様です。あれまだあと 20秒ありますね。あれなんかコメントビューと全然違うな。ワンミックス 2S です。ワンミックス 2S。今も売ってないと思うけどな。うん。じゃあまた。おやすみなさい。早めに寝よう。明日早く出たい。100キロあるから。うん。なぜこのタイミングで。じゃあ。